帝武寮は、帝朝大、愚越の建国者。後世、帝仙皇と尊称された。ディンティエンホアン蔵書名は、帝官と言い,い、母の端子が、カワウソと交わってできた子であるという伝承がある。父の帝皇朝は、幼帝芸の下で将軍を務め、監修士士として、五賢に仕えたが、帝武寮が、まだ幼い頃に死去している。は、父の地盤を継いで、花、 領土を支配した。おじの帝湯との交渉の最中2匹の王領に命を救われたという伝承があり、帝王を討伐して基準させ、勢力を強めた。時に安南は十二支君の乱によって豪族の地方割拠が進んでおり、帝武梁もはじめは十二支君の一人であった、陳乱に従い、後に同盟者となった。その際に陳乱の後を継ぐ約束をしており、その死後、 勢力を引き継いだ。勘は九年、クレアの納め三つ子を拒んだことから、後政久、後政文に、根拠地の花、両道を包囲されたが、攻め落とされることはなかった。またシ君の一人であるクレヒ喜びを降伏させた後、その母の公子をめとって、妻とし、また娘のフ金キ子をクレヒ喜びに嫁がせ、長男の帝玉木には、クレヒ喜びの妹をめとらせた。 クレア郷ノゴマサを宴会に誘って脅し、屈服させた。また、トケーセキ、玄朝とは長年にわたって争った。トケーは戦いの中で流れ屋に当たって戦死し、その兵は低武良に降伏した。玄長は最も頑強な存在であったが、玄朝軍の渡河中に突風が起こり、軍船や軍の物資は全て水中に沈んだことを知った。低武良は、 十人の勇士を潜入させて、元朝の陣営を焼き、元朝軍を大いに破った。その後、イサム順、元守都市、元広市、旅頭らの主君を、各個撃破して、安南を統一した。負け知らずの帝武領を、民衆は、満将王と呼んだ。大宝十一年に定位につき、国号を大区越都市か領にと置いた。花寮は、この後、 順天元年の昇流戦とまでととしてあり続けた。宗の皇帝の存在がありながら自らも皇帝を名乗り、帝玉城を南越王に封じた。太平二年には行政官僚、軍司令官、僧侶同士などに異界制度を設け、軍政も整備した。太平四年には宗への朝貢を行った。また、ベトナムで初めて元号を設け、八十九年を、 太平元年とした。晩年は、政権の安定を図って、多くの有力士族から皇后を迎えたことがかえって、宮廷内乱の元となり、太平10年、帝玉木と共に志向内人の森尺によって殺された。2011年8月に、ベトナム人民海軍がロシアから購入したゲパルト、ガタフリゲートが、ベトナム史早々期の王朝を打ち立てた二大皇帝、帝洗脳と、 リタイソの名にちなんで、ティンティエンホ安ン、リタイトと命名された。南越王、テータ巻守王朝交代市長公、ローアキラ玉、公主仏金公主。ありがとうございます。